男性同士の恋愛はありですか？え、このご時世にまだそんなこと言ってんの？ありに決まってんだろ。どう考えても。普通にありだろ。多様性だぜ。まあ最近多様性がだいぶはっちゃけとうけど、多様性と無法地帯を履き違えちゃいかんよなとは俺はぼーっと見ながら思うけどね。なんか、うんたらかんたら歌舞伎町タワーだとか。ね、すげえ話題になってんじゃん。あの、東横キッズをすべて駆逐して株が上がったと思いきや、ジェンダーレストレーですべての株を元のさら地に戻したタワー。めちゃくちゃ面白かった俺、あれ。あれ見ながら爆笑しとった俺。一瞬株上がったのに、めちゃくちゃさら地に戻った。めちゃくちゃおもろい。あんなことあるんやね。建物って。建物ってあんな評価なるんやと思って。めっちゃおもろい。一瞬めっちゃ株上がったのに、ジェンダーレストレーで、ボコーン、ドーン。すごいよ。ビルさら地になっちゃった。終わりだ。ふいくんの座右の銘は何ですか？僕ですか？他人は自分を映す鏡です。よろしくお願いします。DJ フォイです。知念悪すぎて絶対離れて。え、マジでそうだよな。普通にやばいだろ。別に俺はさ、男の人と男の人が恋愛しようがめっちゃなんとも思わし、むしろ俺はいいことやと思うし、女の子同士が恋愛しても別になんかすごいいいことと思うし、なんかそこに特に違いはないと思うけど、下半身に物がついとうかついてないかでトイレは普通に分けるべきと思うよ。もうそれは普通に。そればっかりはそうと思うけどね。俺はね。だって、人体なんだから。人体の区分なんだから。杉田玄白がお前、最初にターヘルアナトミアでガッツリ書いてんだから。うん、別に俺は恋愛は自由やと思うし、結婚することも自由やと思うし、何の否定も しないけど、でもトイレに関しては、普通に下半身で考えたら、めっちゃそれが普通に分かりやすくないっていうか、別に分かりやすくない。だって、普通にさ、定員を取っとったらさ、女の子も安心するわけ、分かる。定員がないやつがトイレを使っとったらさ、それは別に分かる。なんか、ないなら。ってなるわけやん。でも定員があって女子トイレを使おうとするけん、それは怖いわってなってしまうわけやん。しかも男からしたら定員を取るっていうのは軽い気持ちじゃ無理やけんさ。本当にそうじゃないと、わかる。本当にそうじゃないとダメやけん。そうっていうのがなんか俺一番手っ取り早くていいんじゃないかなって俺はふと思うんやけどね。まあまあまああくまでも27歳の学もない男の意見なんですけどね。僕はそう思います。